はい、こんばんは、山よと申します。さあ、今回はですね、就活関連の動画ということでね、今のね、若い方、まあ若くない方でもね、就活、まあそれはね、新卒でもいいですよ、転職でもにしてもですよ。あ、転職の場合は一度はね、送ったことがあるはずですけど、履歴書の送付とかをする場合ですよ。意外とこれ、郵便でね、送ったことがない人、特に今の若い方はね、意外とね、送り方がわからない、どういうシステムなのかね、結構わからないって方が多いと。おかげさまでそれもあってね、結構若い方から YouTube 再生をいただいているということなんでね、ここはですね、じゃあぜひ就活にね、役立てるね、方法を考えてみましょうということでね、私自身もね、もう10回、10回以上面接、履歴書出したことで言ったらもう何十回も出してますよ。何十回で聞くのかな、100何十回ぐらいは出してるんじゃないかな。出す側でやったこともあるし、で、かつ私はね、受け取る側だったこともあるし、一応店長とかね、いろんな役職もね、やってたことがあるんで、採用担当としてね、まあアルバイトですけどね、私の場合は。ということで、どれがいいのかな、どういう送り方がね、いいのかなっていうのをね、ビシッとやりますよ。ということでね、まず最初にね、覚えとかないといけないこと。絶対に NG な方法っていうのがあるわけですね。それがここに書いてあります。はい。U パック、U パケット、宅急便、これ、黒猫山とね、黒猫山との宅急便とか、あと佐川急便とかもここに入ってきます。これ、ちょっとすいません、わかりにくい書き方になってますけどね、求職者が求人者へ送る履歴書は、新書に該当する、もうややこしいんですけどね、つまり、簡単に言うと、私たち、就活生、就活する人が書く履歴書、書いて、採用担当者ね、人事部とかに送る履歴書というのは、これは新書に該当しますよということなんです。履歴書って新書じゃない履歴書ってあるのって実はあるんですよね。要は、何も書いてない履歴書を送る場合ですよね。履歴書100枚セットとかって言ってね、通販で買ったのを送る場合、これは履歴書、ね、新書にはなりませんよというのは、まあ、わかるでしょう。でも実はですね、これで送りました。ね、で、送ったけど、残念ながら不採用になりましたっていう場合ね、不採用になりましたって言って、返すやつ。返す履歴書、これは新書に該当しないですね。ただし気をつけないといけないのが、この返す新、返す履歴書、これちょっと採用担当者の方の話になっちゃいますけど、採用担当者の人気をつけないといけないのが、たまにいるんですよ。送られてくるね、履歴書は新書になるけど、返すやつは、新書じゃなくなるんだよねって、これを知ってる人はいるんです。ただし気をつけてないといけないのは、その際に、残念ながら、あなた様は不採用となりましたという、書面をつけて、この履歴書を送ると、こっちの書面の方が、新書に該当しちゃうんですよね。意思を持ってるから。あなたに不採用ですよっていう通知をしてる。履歴書は、ものになっちゃうんで、その時点ではね、意思を持ってないものになってしまうんで、新書に該当しないんですけど、そういう、そういう字をつけた場合は、これは新書に該当してしまうんで、何もつけない状態で出さないといけません。返信するときはね。うん。もしくは、いただいた、とか、あんま書かない方がいいんでしょうね。そのものだけを入れた方がいいです。その、一緒につけた添え状が、新書に該当してしまう恐れがありますんでね。っていうのは、ちょっと気をつけておいてくださいね、というところがあります。送る場合、まあ、どちらにしろ、私たち、ね、就活頑張りたいですっていうね、人でですね、今、仕事探してますっていう人が送る場合は、これはもう確実に履歴書は新書になっちゃいます。ですので、U パックや U パケットといった新書が送れない商品では、絶対に送ってはいけません。ちなみにこれ違反するとですね、大げさかもしれませんけど、3年以下の懲役または300万円以下の罰金っていうね、規定があります。これ、郵便法の方、新書便法の方にはね、新書の規定とかいろいろってね、わーっと書いてあるんですけど、新書を送る事業者を罰した場合、罰則というのは郵便法の方にあるんですよね。そのあたりはまたね、詳しく新書の話をするときにでもすればいいですからね。ちなみにこれね、ちょっと悪いんやけど、友達がね、ちょうど近くに行くんやってね、ちょうどね、丸々社のね、近くに行くんや、俺、って言ってね、じゃあ、ちょっと、すいませんけど、今度、飯でもおごるんで、ちょっと持ってってくれませんって、ね、ポストに入れておいてくれたらいいんで、って言って、やる場合、これも NG になりますからね、気をつけてくださいね。難しいんですけど、対価をどこから、対価を取ったとみなすかによるんですけど、これも、
新商品のいわゆるその方が、牛丼牛一杯でも牛丼一杯という対価を得るために、それを配達したことになってしまうとかってなってくると、これはこの方が、300万円以下の罰金、プラスそれを、送付にかかった、資産とかそういうのも全部、ポッカーン取られちゃうっていうようなね、あのプラスアルファありますんで、実は言えばダメだよっていうのは覚えておいてください。これで残るとね、あなたが罰せられる恐れもありますし、もちろん、ある程度このあたり、採用担当者になるような方でしたら、ある程度知ってる方が多いと思います。そうするとやはりですね、この方、新書の送り方はね、いろはのいもしやの U パックで送ってきたけど、新書じゃダメなのに、履歴書って書いて送ってきちゃったのってね、もうこの時点でマイナス評価ね、コンプライアンス意識ないのかなとかってね思われるかもしれませんから、これは、残念ながら今の法律ではね、これはもうね、自由競争とかそんなのないのかないんですよ、独占事業法なんでねっていうのがあるんで、残念ながらこれはもうね郵便で送ってくださいね、好きな人も嫌いな人も、ということになります。